はい、今回はですね、まあ、2020年になったわけなんですけど、まあ、2020年やるべきこととか2020年これやっとけばいいよみたいな話をちょっとだけ簡単にしようかなと思うんですけど、まあ、僕の事例としては2020年始まってまだ2日なんですけど、まあ、ブログをまた再開したというか書き始めました。うん、これやっぱね、もうほんとね、まなぶさんのルーティーンを見てやらんとあかんなっていうね、もう完全に洗脳ですね。洗脳というか、洗脳なのか影響、まあ、いいなと思ったものは取り入れるってことですね。いや、なんかね、ま、あと負けず嫌いつもありますね。なんか毎日ね、まなぶさんが月収800万稼ぐルーティーンみたいな動画で、もう毎日3000文字か4000文字書いてますよみたいな、毎日それ900何日やってるみたいな、クソみたいな。まあ、動画の本数は負けてないけど、ブログやね、そんな書いてないから、まあ量しかないじゃないですか僕だから、まあ新しいことをトライして、これをどこまで、まあだから自分への挑戦ですね。ブログどこまで続けられるかなっていうの、うん、だからそれね、挑戦ですね。動画はもう普通は鼻くそなんで、だってボタン押して適当に喋ってたらあれですけど、とりあえず M、まあ、iPhone だと MOV ファイルですね。 MOV ファイルは量産できるんで僕、うん、だからまあお伝えしたいのは、まあ、お前のことはどうでもいいって話ですけど、要はあの今までやったことがないことをやるってことですね。2020年はじゃあ今までやったことがないことをやるって何かっていうと、なんやろな、まあネットビジネスやってない人はやるべきだし、まあ正直ね、ほんとね、YouTube はマジでもうやんないとやばいっす。やばいというか、なんか本当に二極化になるなと思いますよ。本当に発信する側と受ける側の、もう本当に二極化になるなっていう。だから発信するっていうのができなかったら、もう収入の差は歴然とついてきますよね。例えばサラリーマンとヒカキンさんの収入の差って超歴然じゃないですか。でも10年前はサラリーマンの給料の方が高かったんですよ。ヒカキンさんコンビニで、あ、じゃあスーパーでバイトしてたんで、でその時はサラリーマンの人の方が給料高かったわけじゃないですか。でも今やサラリーマンがどんだけ頑張っても得られない収入を得てますよね。だからそのなんかもうメディアがもう圧倒的に変わったし、芸能人もバンバン YouTube 始めたんですよ。垣根なくなったんで、もう動画がいても来ますよ。だからもうヒロミさんがね、 YouTube も来たしね、ヒロミさん、あと他にもね、いろいろとなんだ来てますからね。そう、テレビから YouTube に流れてきてるんで、だからもうあれですよね、テレビに出てた人が YouTube に来て、 YouTube で発信してた人がテレビに、もうトレードですよ。もうぐちゃぐちゃです今。これはもう時代マジで変わりましたね。だって昔ほんの数年前は芸能人がテレビに、あの YouTube やるとか、お前終わったねみたいな感じな、わかります？だからその例えば一発屋のひろしです、まあひろしさんうまくいきましたけど、なんかその YouTube って負けた人たちが行くみたいな多分風潮あったと思うんですよ、おそらく数何年前は。でも今ねみんな行ける、まあ、だからオリエンタルラジオの田中さんとかもね100万人行ったりとかね、カジザックチャンネルも150万人とか、だからもう YouTube すげえみたいになっちゃって、もうみんなこぞってね儲かるぞみたいに来てるわけですよこれマジでね戦国時代ですねで戦国時代なんだけど、これでも僕からするといい風潮で、要はコンテンツメーカーが増えるわけですよ。だってヒロミさんの僕ヒロミさんはまあ好きなんですけど、ヒロミさんが YouTube で個人的な発信した方が、まあ、ヒロミさん YouTuber 多分合ってると思うんですよ。でそれでやったら YouTube を見るコンテンツが増えるじゃないですか、いろんな人がやると。だから YouTube 滞在時間が増えるんで、これからどんどん YouTube のアクセス、まあライバルはもちろんいますけれども、その YouTube に触れる人がどんどん増えるんで、まあこれはいいことかなと思いますけどね。だ僕もこのやり方で3000人来ましたからね。僕は多分このやり方は多分みんな真似できないと思いますけど、なんかまあそのうち行くのかなっていう思いますけどねわかんないですけど、そのうち行くかどうかわかんないですけど、
少なくても増え続けてます。少ないビビたるやつですけど増え続けてます。チャンネル登録者数は減ってもいいわけなんですよね。全然なんだこいつみたいな話じゃないですか。ただ僕減るんですよ。一回なんか20人とか減った時もありましたからね。なんか動画100本ぐらいアップしたんですよ。10人か20人減りましたから。だからなんかいろんな人がこう入ってきてるんで、逆に言うとなんやろうな、なんやろな、やっぱ人とは違うエッジというか、人とは違うような感じが出せないと難しいっていうのもあるかもしれないですよね。だから専門性を出していくのか、それともちょっと人と違う感じ、を出していくのかって、まあより差別化は必要になってくるとは思いますけど、まあそれは自分なりで見つけるしかないですからね。ただお伝えしたいのが、やってっかやってないからですね。まあ少なくても2020年始まっても2日経ったわけですよ。でこの2日の間に何も、ね、できてないっていうのは、もしできてないんであるならばですよ、それはもうまずいかなっていう。だって初日からできないこと無理じゃないですか。でもしもそのお正月ね、めちゃめちゃ暇でテレビ番組だけ見てるっていう状態で何もできてないんだったら、それはもうやばいですよね。お正月で時間があって、それでも新しいスタート切れてない、新しいスタートを切ってるのはテレビ番組だけみたいな、それだと人生は変わらないかなと思うんですよね。はい、ということで2020年やるべきことはね、まあ、YouTube かなと。まあ統括的に言うと新しいことすぐやれっていうことですけどね。それじゃないと何も変わらないということでございます。終わります。